スキマスイッチのこの辺までやってみよう。今日は、はい、何をするんでしょうか。今回はですね、はい、時田さんが大好きだというある食べ物の関係者の皆さんにお越しいただきました。おすごい、なんかゲスト多いですね最近。そう、確かにそうだね。すごい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。失礼します。小池屋マーケティング部でスコーンの担当をしております小林重文と申します。小池屋広報部の伊藤と申します。よろしくお願いします。すごい、小池屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。神様、ありがとうございます。今回ですね、そんな時田さんと小池屋の皆さんに5種類のスコーンをプレゼンしてもらって、はい、そんなに好きじゃない大橋さんに好きだっスコーンベスト3を決めてもらおうかなと思ってます。いただきます。うまい。実は時田さんはですね、うん、このやみつきバーベキューのおすすめの食べ方があるという、おすすめの食べ方、はい、ことがあるんですけども、はい、何でしょうかそれは。冷やして食べる方法を。ああ、はい、よく言ってましたね昔から。凍らすんですね、しかも。おじいちゃん、おじいちゃん、うまいね。クワトロチーズなんて4種類贅沢にチーズが入ってるっていうやつでして、ゴーダー、カマンベール、モッツァレラ、チェダー。実はこのとろけるクワトロチーズ、小池屋さんの方からおすすめな食べ方があると。お、あ、なるほど。これがすごい。アイスコーン。アイスコーン、あの先ほどの冷やすやつではなくて、僕のやつなくて、アイスクリームにつけてディップ食べる。へえ、これは美味しいわ。ちょっとさっぱり系の、まあ、ドレッシングとか魚介のそういうのをイメージした味付けになってまして、なるほどね。エビがちゃんと感じられますね。あ、ホタテの、ちょっと待って、一回喋らせて。いや行きたいよ、もう行きたいけど。行きたいんだ。全部行きたいよその。では今食べていただいたごちそうシーフード、はい、現在ところ順位はないでしょうか。ごちそうシーフードは2位です。わー、おー、やみつき、やみつきだ。この辺まで。